疲れ様です。おしょうです。はい、今日はですねドリフトの机上のドリフトシリーズ第3弾ということで、ステアリングワークなんですけれども、前回ちょっとアクセルを簡単に、一つだけね説明したんですけれども、アクセルオンで後ろが沈むんだよっていう、でトラクションがねオンの時にトラクションがかかるんだよっていうような、説明したんですけれども、次にですね、すごく重要な要素のもう一つ、これはですねステアリングワークなんですけれども、これを最初に教わったことがある方がいるかどうか、なんとなくこう昔は何でしょうね、もう根性論みたいなのがすごくあったんですよね。もうとにかくドリフトは根性だみたいな、なんか気合だみたいな、なんかそんな時代があったんですけど、今はですねもう本当にきちんとした、やっぱりドライビングテクニックっていう中ではやっぱり基礎というのがやっぱりありますので、本当に恥をかかないためのちょっと基礎中の基礎なんですけども、もしかしたら知らない方いるかもしれないので、ドリフトのステアリングワークですねちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあそれではねちょっと行ってみたいと思います。はい、じゃあね、とりあえず持ち方からですね。本当にステアリングってここの部分によく一般的なね10時10分って言われますけれども、本当にそれはね変わらないです。ドリフトもグリップも多分変わらないと思います。教習所で教わるように10時10分のところに親指をかけてあげるために、このステアリングがこの位置にこう来てるわけなので、これを10時10分合わせてあげます。本当にね一般的に教わる教習所とかだと10時10分持ったところからハンドルを切り出していって、切れなく手がねこれ以上いかなくなったら持ち替える、こんな感じのやり方をしていたのかなと思います。これはねクロスステアというね、ハンドルを切っていってクロスするんで、ここでクロスするからクロスステアと言われてます。これはそうですね、競技によってはジムカーナとかだとすごく重要な、クロスステアね、すごくどれだけクロスステアで早く切れるかっていうのを練習しました。はい、で FR の車ではですね、クロスステアもちろん重要なんですがドリフトにおいてはですね、カウンターを当てる要素でクロスしてしまっては間に合わないんですよ。やっぱり間に合わないです、カウンター当てるときには。なのでカウンターを当てるときにやはりですね、ハンドルは手を離してセルフステアというのを使います。であくまでもですね、コントロールをするっていうのは車の運転においては全てにおいてすごく重要なので、コントロールするためにはハンドルを完全にこう離している時間が長ければ長いほど、ステアリングに対してノーコントロール状態なわけですよね。セルフステアっていうのはこうハンドルがくる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 って回ってるのを手を離しているだけなんで、これはノーコントロール状態なんですけども、基礎中の基礎ではですね、送りハンドルというのを使うんですけれども、送りハンドルっていうのはこうラリーなんかだとよく使うかな、こういう送ってあげる、ハンドルがこうクロスしない送ってあげるんですね。この送りハンドルというのもすごく重要になります。これをねすごく早くやる感じなんですけども、これを超高速でやるときにはもう本当にね手を離している状態なんですけれども、やはりね重要なのはハンドルに手を近づけておく、離してはいてもいつでもパッと持てるように、こうね完全に離しちゃわないで手の中でなるべく滑るような感じですね。離すには離す時もあるんですけれども、常にパッと持てるような状態で、その持った時に10時10分が理想ですね。で送りハンドル、この送りハンドルってカウンターを戻す時に一番よく使います。カウンターを戻す時に使うんですけれども、やっぱりこう軽く動くような感じですね。どんな状態でも軽く、逆関節とかってなった時には多少ね力がいるので、逆関節、ハンドルカウンターフルカウンターになって逆関節になっちゃった時には戻す時にはよっこらしょってやらなきゃいけないんですけれども、それ以外の時はほぼですね、ハンドルをしっかり握ってなんていうことはあまりないです、ドリフトにおいては。初心者の方であればやはりですね、ハンドルがどこに常にお釣りが来る状態、不安定な状態だったりすると常にねハンドルがもうどこ行くか分かんないような状態っていうのがあるので、どうしても力が入っちゃうんですけども、ハンドルの中に親指を入れて握らないように、これねグリップ走行であれば当たり前に指を中に入れるんですよね。
でもね、ドリフトはそれをやるとセルフでここでね、バーンと指が当たって、これ骨折する人本当にいますからね、中に指が当たってね、このすごい力なんで、このセルフステアの時の本当にその速度とパワーがね、指に当たると本当に危ないので、グーでにこう完全に握り込まないように、親指をこういう感じですね、こんな感じで持ちます。よろしいでしょうかね。こんな感じで持っておくと、いつでもこう手がね、その中で滑るような感じですね。でカウンターセルフの時に、まあ一番理想はですね、まあ、フェイントをかけてこういった時にこういう片方手の中で滑らせるような感じ、フェイントをかけてここからスッとで戻ると、スッと行って戻ると、どんな状態でも10時10分に戻るような感じでハンドルをこう投げる、直接こうね振り返しなんか特にクイックに振り返すときは投げるんですけども、投げて戻ったときに10時10分、ハンドルのどこを持っててもいいんです、別にここを持つっていう決まりはないんでね、まあ投げて10時10分投げて10時10分、でこれ同じですね。でこれ分かりにくかったらやっぱりこう常にコントロールしてるっていう意識が重要なので、添えておくっていうことがやっぱ大事なんですよね。でじゃあこっちの手がなかったとしたら、こっちの手で投げてこういう感じですね。片手でやってみると多分すごく分かりやすいと思います。片手でこれもう無意識に普段の運転からこれができるようになってるとすごくいいですね。普段の運転でもやっぱりこうスルスルスルってハンドルが動くときには常にこういう動作を練習しておく、この動作がすごくよく使います。なんでね、ちょっとね実車で走ってる動画が、あるので、まあ、それを見ながらですね、解説したいと思います。はい、じゃあちょっとですね、この人ドリフト好きなのかな、なんか楽しそうに走ってたんで、参考にさせてもらいますけれども、はい、じゃあちょっとね見てみましょう。はい、ここでフェイントをかけてケツが出た瞬間セルフなんですけど、カウンターと同時にシフトダウンしてるのでね、ちょっとここは参考にならないかな。フルカウンターと同時にもうシフトダウンしちゃってですね、でドリフトのその操作中はもちろん指を入れといてもね、力が結構必要になりますんで、それはもちろん大丈夫です。セルフの時ですね、セルフステアの時には指を入れないように気をつけてください。はい、じゃあ次ですね、今度はね S 字振り返す時ですね、右手で投げ、左手か、左手で投げます。左手で投げて右手を添えてシュルシュルっと、左手でシュルシュルっとね、左手でシュルシュルっと右手の中で滑るような感じですね。こう滑らせていく時に絶対こう手を離さずに手の中で常にいつでもコントロールできる状態に手を触れていくっていうんですかね。はい、じゃあ次ね違う映像ですね、ストレート入って、はい、こっちのカメラからねステアリングの方にちょっと意識をちょっと向けていただいて、フェイントをかけます。シフトアップでフェイントをかけてシュルシュルっと、ここはシフトダウンするとこだからちょっといまいちかな。シフトダウンしちゃうと映像的にもちょっと分かりにくいですね。ちょっとねシフトダウンしちゃうとね、常にこう10時10分で操作しているのが分かると思うんですけれども、10時10分でこう常にね操作していながら、はい、この S 字の振り返しでここですね、はい、投げます。シュルシュルといってパッと持った時にもう10時10分と、シュルシュルのこの回転は1回転か2回転かはその時によりますけれどもね、コーナーによって違いますけれども、映像がちょっと汚くてね申し訳ないですね。はい、ステアリングワークですね、まあ本当にね重要なんですけども、ドリフトのカウンターを、まあ、当てて操作中はもちろん指をねしっかり握ってないとハンドル持ってかれちゃいますので、握っておくときは、まあ、もちろん指を入れといてもいいですけど、セルフの時ですね気をつけていただきたいのは指を入れないように、まあ、普段から癖をね結構こういう風に持ってると意外とそんな無意識に指を入れるってことはないんで大丈夫なんですけどね。こう投げる時の動作ですね、ここまで来たら投げて10時10分、このね投げて10時10分ですね、これをこう常にこういう動作ですね、左手はこっちの動かさず、反対の時も右手の手の中で、この手の中で滑らせるような感じで、グローブしてると本当にやりやすいですけれども、まあ、こういう動作ですね、回ってきてこう分かりにくかったら片手でやってみると、これ以上回らないなっていうところで持ち帰る、回らないなっていうところで持ち帰る、
でもただこれだけですね、本当にこれだけなんですけれども、これを知らないと本当にこうただこうやってこうやってこうやってやってたりとかするとノーコントロール状態が非常に多いので、しっかりですね意識してやってみるといいですね。で、まあ、片手さっきちょっとやってましたけど、侵入でね3速で侵入してすぐにシフトダウンとかっていう時は片手で操作しないといけないので、こうやって回したりとかっていうのはありますけれども、その辺はまあ慣れてからいろいろチャレンジしていただいて、はい、今回の基礎はですね、もう本当にステアリングワークすごく重要なので、まあ、そこら辺、まあ、こういったものを作って家で練習してもいいですし、フロントタイヤが両方浮くようにジャッキアップして、まあ、馬をかけたような状態でね、フロントタイヤが完全に浮いてる状態、こうね、フロントタイヤがこう浮いてる状態で操作してみると、ハンドルのねロックトゥーロックの練習がすごくこうこれと同じぐらい軽くできるようになりますので、ちょっとねやってみてください。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。